ヶ原、まあ多分徳川家康と対マンを張っても負けてしまうんだろうけど、その時代に生まれてみたかったですね。自分は逆賊になってしまったと。チャンネル登録者数が5000人達成いたしました。本当にありがとうございました。1万人達成したら公約とか。1万人達成したらあれやる、あのサインプレゼン、はい、もうその場で私書を書いて皆様にプレゼントしたり、何かいろいろ面白いことしたいと思いますので、一つ、登録者、そう、この、チャンネルに関して多大な、ご支援をいただいてます。中川さんには本当に心からお礼を申し上げます。中さんこと中川秀彦さん、日本にお戻りです。今度対談しますけども、先日のね、フライデーになんと彼出てたんですよ。それは何でかっていうと、ロシアルーブルが急落したルーブルを全部買い溜めて、そのルーブルが絶対また上がるということを予想していて、案の定そのルーブルの相場が上がった時にそのルーブルを全部、売り払って、その差額を全てウクライナの子供たちに寄付したということもやってるんですよね。今度またそれは中さんとお話ししたいと思います。マリリンさんから質問が来ております。マリリンさん、ありがとうございます。いつも楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。質問させていただきます。かも。もしなれるならどの時代の毛利になりたいと思うでしょうか。逆になりたくない毛利を理由と合わせて教えていただければと思います。そんなマニアックな質問来てるんですか。なりたいんだったら僕は輝元の時になりたいです。織田と戦争するあたりですかね。徳山はもう輝元直系なので、輝元公の時代に生まれて、輝元公の代わりになってやはり関ヶ原、まあ多分徳川家康と対マンを張っても負けてしまうんだろうけど、その時代に生まれてみたかったですね。生まれてみたくないのは逆に江戸時代ですかね。ご飯が口に入る時はもう冷え切ってるし、一日のルーティンはもう決まってて、きっとその自分のその陣屋ですか、徳山城の外とかの人の方が自由に簡潔に生きてる中で、自分は結局何ですか、こんな汚い話かもしれないけど、接近に行く時だって行った後のそういうお仏だって見られるような、そんな堅苦しい生活してるぐらいだったら、やっぱり普通に皆さんと一緒にあれするような生活の方が良かっただろうから、江戸時代の退屈な殿様の時代には生まれたくなかったです。続きまして、郷士さんから。郷士さん、はい。ご本家のお殿様もしくは他の毛利家のお殿様の過去現在の考えの対談を視聴したいです。また自分の地元神奈川県にある毛利発祥の地と言われる場所との関係性はまだあるのでしょうか。最近の動画でもお載せしてますけども、この前も清瀬の英語投資とちょっとお話ししたり、また誤送家も、出たりしてます。ただいろんな大人の事情があるんですよ。なので決して私は結構はその毛利一族の中では、皆さんと仲良くしてる方なので、対談することは可能なんですけども、なかなかこの次の時代を継ぐ人がいなかったり、なんとなくそういう歴史に興味のなくなってしまってきている毛利家の方もいらっしゃいます。まあ、ただ清瀬さんとか調布さんは別ですよ。そういう一門八家なんか特に、だんだんこう薄れていってるしまっているところもあるので、そこは私も非常に危惧しているので、毛利会というものをもう一回、再結成してそれ再確認したいなと思っています。ご宗家とはね非常に親しくしているので、そういうところもお話したいと思いますけども、あと岩国の吉川さんですね、はい、吉川さんとも吉川さんは会社が目黒にございまして、私の東京の自宅の近くでもありますので、吉川さんとの対談とかっていうのは、考えておりますので、それはぜひこうご期待ください。毛利荘ですね、はい、毛利荘にいたから、毛利末光は毛利を名乗ったっていうんですけど、そこに一緒にいたのがまた森蘭丸の祖先でもある森家もそこの出身らしいですね。森源氏といって、信長の家臣であった森蘭丸、森家は
そこの発祥あの出身らしいです。厚木氏との関係は大河ドラマ毛利元就をやった時に、随分父がその NHK に働きかけをしたっていうこともあって、当時の厚木市長とかとはお話をさせてもらったり、そこに毛利小学校っていうのがあるんですよなんていうお話を聞いたりもしていました。なので、厚木と毛利家のその関係っていうのは未だにあの目に見えない糸で結ばれていると思います。川ママさんから質問が来ています。川ママさんいつもありがとうございます。金門の変絵図には、はい、毛利家家紋の軍旗や旗差し物が描かれていますが、はい、藩主義親公は御所襲撃と家紋入り軍旗使用を許可されたのでしょうか。なるほどね。要は、川ママさんが言いたいのは、御所という天皇がおられる場所を攻めるのに毛利家の一文字三つ星を翻らせて攻めるということを、義親公が許したのかということを聞いてるんだと思います。その前に言っときたいのは、義親公って言いましたけど、これは高親公のことです。13代の毛利家が、ああいう金門の変だとか不尊なことをやったから、その名前を変えさせられて高親に改名したということで、まあ義親イコール高親なんですけども、まあそれでその金門の変なんかで、天皇家に対してその長州藩が一文字三つ星を使っていたかどうかっていうのは、僕そこまではちょっと顔まま分かんないです。だけど、おそらく、まあ、毛利家にしてみればその御所に対してあの天皇を、刺激するつもりは全くないわけですから、大義名分を持って御所を囲むということで、その一文字三つ星を使ったことは使ったんだと思います。だけど逆に言うとですよ、まあ、そういうことをやって、もし御所や京都の人たちから毛利家の人気がなくなったとしたら、だから慶喜と対決した時に、毛利家長州側は近畿の御旗というのを建てます。これ有名な話ですよね。16吉家門の、もうビロードの円陣の中に金キラ金の16吉家門が出た旗を翻して、それを見た慶喜が自分は逆賊になってしまったと言って、それで戦を諦めたというぐらい、その旗を見てあれするんですけど、それなんてことない、下関だかどっかの 旗織物屋で、こんな図面で作れって言って、いかにも天皇家の近畿の御旗みたいなの作るんですよね。でそれを掲げた途端に、幕府方は自分たちは逆賊だって、だから旗っていうのはそれぐらい人に影響を与える力が強かったんだと思います。なのでもしかしたら金門の変でそうやって一文字三つ星を使って、京都の人たちから、まあ毛利藩は本当野暮やわ、あんな御所を攻めてからなんて言われることで、あ、自分たちはこういう旗の効用ってこういうことがあるんだなと思って、もしかしたら近畿の御旗っていうのをいち早く作ったのがだから毛利家なのかもしれません。フリークスゴンさんから2つ来てますので、まず1つ目から、はい、毛利高元公が厳島神社に元就公の長寿を願う文書を奉納したと聞いたことがあるのですが、それは今も現存しているのでしょうか。あ、それはねちょっとわからないですけど、間違いなく厳島神社か、御宗家の萩の毛利博物館に保存されているはずです。お父さんの、ね、寿命を削るぐらいだったら自分の命と引き換えにしてくださいということを神様に祈祥したということは、これも紛れもない事実。それがまた毛利高元の人となり人柄を表すエピソードとして語られてるんですけども、これは間違いない事実です。はい、じゃもう一つ、はい、長州藩と新選組は池田屋事件金門の変しかり因縁がある関係だと思いますが、成吉様は新選組にはどのようなイメージを持たれていますか。ラララララララーっていうなんか大河ドラマありましたよね。あれ見てた時にちょっとじくじたり思いするのかなと思ってたんですけど、いろいろ調べてみてかっこいいなって思います。新選組、やっぱ男として、もし自分がそっちの立場だったら、あ、かっこいいなって思います。なんとなくね、新選組と桂小五郎とかああいうのの小競り合いだとか、今でそうロマン的なあれになってますけど、逆に彼らは、まあ、士族に満たないような身分の人たちが会津中将ですか、松平かたもりに、お前たちここで京都市中見回り役として頑張ったら、それなりな
身分を与えるということで、彼らは意気揚々としてその、徳川の自分たちは直参になったんだという誇りを持って市中見回り役をするわけですよ。毛利家側がもしそうだったら同じようだったわけで、腕も立つものを取り揃えて、幕府に対してやはりいずれ癌になるようなものは取り除くということをやるというのは当然だったと思います。だから今でいうそういう刑事物ドラマとかで言ったら本当にもう凄腕の鬼平犯科帳みたいなスターが揃ってる新選組っていうのは僕はロマンがあってかっこいいなって。でも史実はね本当に悲しいことがいっぱいあったと思います。逆にその毛利家側にも悲しいロマンはいっぱいあったんだけども、そういう中にやはり一つの花を咲かせたような新選組っていうのはかっこいいな。あの誠っていうあの肩差しもね、これを見てもそうですよね。男としてかっこいいなって思います。質問ではなくリクエストも来ております。あ、どんなリクエストですか。ふみかみさんから来ております。あ、ふみかみさんいつもありがとうございます。ふみかみさん結構ねあの言い方ピシッとしてんだよね。ちょっとあのおどろおどろしながら読んでる。こんにちは。はい、毛利家歴史チャンネル視聴した際はいつも楽しく、知らないエピソードは興味津々になってきました。質問ではございませんが、数ヶ月に1回程度歴史上の毛利家の人物、関わった人物を殿様が演じて一人二役で殿様と対談形式インタビューするような動画も楽しいかと思います。あの嫌いじゃないんで自分それちょっと考えてみます、はい、ただ本当それで登録者数減ったら文上さんのせいですからね、はい、でもやってみたいと思います。ありがとうございます。またコメントお待ちしてます。私実は幼名は幼って言ったんですよ。殿のルーティンが知りたいです。あ、それいいってちょっと難しいね。お前には毛利っていうブランドがあるんだと、その毛利っていうブランドをお前は大切にしなさいと。チャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると恐悦至極にござる。